覚悟しな。寝てろ。始めます。止まりませんわよ。覚悟しな。どうだ、悪いがやらせてもらった。
さあ、どなたが相手かしら。さあ、と私の出番を。おやつを使いたい。探してくださいましね。
わかってるわよ。いちいちうるさいわね。どうしたアリン、気が立ってるじゃねえか。ファングは気になんないの？何が？あの女よ。もてあそんだ罪とかなんとか言ってるけど、そんなの関係ない。あいつ会った時からずっと私たちのこと見下して偉そうにしてるじゃない。どうかなさいましたの？お二人でこそこそと。別に何でもねえよ。すぐに行くから先に進んでろ。まあレディーファーストのおつもりかしら。ご親切なことですわね。でもモンスターの退治はきちんとしていただかないと困りますわ。そのためにあなた方がいるのですのよ。ああいう女なのよ。いつも一言多いし。あいつ絶対に私やあんたのことバカにしてるよね。てか利用する気満々じゃない。ムカつくのは確かだけどよ、利用する気なのはこっちも同じだろうな。そりゃそうだけど。フューリーを集めなきゃいけねえんだろう。だったらしばらくは我慢しとけ。ほら行くぞ、早くしねえとあの女に持ってかれちまうぞ。あ、待ってよ。もう相手かしら。
の刃。行くぜ。罠が隠されてるとは思いませんか？罠？ええ、キュウリーが隠されてる場所は古代の遺跡のようなものですからね。隠した古代の方がよくトラップを仕掛けているものですのよ。なんだお前、よく知ってんな、そんなこと。あなた方が知らなさすぎですわ。言われてみるとここまで簡単すぎたかなって思うけど。いいだろ、その方が楽で。こういうのはな、ごちゃごちゃ考えてる間にやっちまえばいいんだよ。あ、ちょっとファングさん。よっと、ほら抜けた。今度は俺の出番だな。はい、しっかり働いてくださいましね。って、あんたも戦うのよ。よろしくって、本気で行きますわ。水の刃、やらせてもらう。何ですか？
てかしら。ほんとしっかりしなさいよファング。いつまでもこんな女に言いたいこと言わせといちゃダメ。あったよクソ。ほらフューリーも手に入れたんだからさっさと帰るぞ。ファングさんって楽しい方ですわ。